んこんにちは。今イタリアで歌の修行をしております。2ヶ月ほど先生について自分の、ね、理想の声に近づけるように勉強してます。今回ですね、5月29日に今に本が出ます。なぜこのタイミングかっていうことなんですけど、ちょうど10年前音大卒業した22歳の時に僕はイタリアに留学するんですけど、その時ね、叶えられなかった夢、挫折したことがあります。それはイタリアの劇場で歌うっていう夢があったんですけど、それがね、挫折してというか叶えられなくてね、帰国することになったんですけど、もうそれからちょうど10年経ちまして、やっぱり自分はもう一度その夢に向かってですね、日頃生徒さんにミュージカルでね、もっとこういう風にやれるよとかね言ってるのに、自分が挑戦しない、本当に叶えたかった夢を叶えないで、っていうのの違和感だったりとかね、もっと自分はこういう風に歌えるんじゃないかとか、歌いたいとかね、そういう気持ちがどんどん強くなっていって、で今に至る、今32ですけど、これから自分の夢がね、イタリアでの劇場で歌うっていう夢が叶うように今練習してます。までに至る自分の人生だったりとか、今その自分の教室にいてくださる方たちへ、その夢が叶うようにどういう風に考えて自分を行動したのかとか、高校生の時に何も未経験ですね、全部未経験、ピアノも歌も、まあ、そういう方いますけど、そこから今ね、自分の教室を持てるまでどういうふうに努力したのか、自分なりにですね、でそこからどういうふうにまた次の夢に向かってですね、イタリアの劇場で歌う、まあそこまではもうどれぐらいの道のりがあるかね、今、先生にいろいろ相談したりしながらやってますけど、それを叶えていきたいっていうか、今は自分はそれやってます。でもこの本を自分の応援してくださる方や生徒さんにぜひ見ていただいて、何かしらに勇気づけることができたらなと思います。僕もまだどんどんチャレンジして、自分の理想の音楽とか声とかがね、になれるようにできるように頑張っていきたいなと思ってます。ということで、5月29日発売、現在予約受付中です。ぜひ本をですね、読んでみてください。ぜひ、予約お待ちしております。